気がついたんだけど、ナムコプロってツッコミ役が少ないような。イオリちゃんとかしずかちゃんが頑張ってツッコミしてくれてるけど、人数のバランスが悪いかも。そうだ、私がツッコミになればいいんだ。早速練習してみようっと。なんでやねん。なんか違うな。なんでやねん。なんでやねん。あ、今のは手応えあったかも。よし、もっともっと練習しようと。目指せ、ツッコミマスター。なんて。なんでやねん。え、あ、すみません、プロデューサーさんに突っ込んじゃいました。今ツッコミの練習をしていて。例えば社長さんがお話があるって言ってましたよ。はーい、なんでやねん。じゃなかった。いってらっしゃい。なるほど。この実況動画というのはなかなか面白いね。やっぱり社長なら分かってくれると思いました。他にもいろいろな動画があって。おとなしくんに教えてもらってね。私もこうして若者文化を勉強しているんだよ。社長たるもの、常に流行には敏感でいないとね。君も一緒にどうだい。ほら、この動画とか。社長、今日はプロデューサーさんにお話があるんじゃなかったんですか。おっと、そうだった。今日は君に地方公演についての話をしようと思っていたのだよ。その通り。前回の公演も大好評。地方公演は今や劇場の新名物と言っていいだろう。今回もまたナムコプロのアイドルたちの魅力を地方のファンに届けてきてほしい。頼めるかね。おはは、気合十分のようだね。それではよろしく頼むよ。と、そうだ、今回は野々原あかねくんと半田ロコくんをメインにと考えているんだが、どうだろう。社長、今回も曲を用意してあるんですよね。実に可愛らしいラブソングだ。彼女たちなら歌いこなしてくれると信じているよ。だが今回の地方公演はそれだけではなく、君、さらに上を目指してみないかね。より多くのファンをつかむためにプロモーションに力を入れてみようじゃないか。
うん、素晴らしいアイデアで公演を最高に盛り上げてくれたまえ。期待しているよ。アカネがキュートに見えるベストな角度は、アカネもうちょっとレフトです。もうちょっとレフト、こうかな。ロコちゃん、ディファレントです。首はレフトで、肩はライトで、目線はダウンワードです。首が左で、肩は右で、目線が…プロデューサー、グッドモーニングです。でもちょっとだけウェイトです。アカネのポートレートをドローイング中なんです。コンセントレーションさせてください。忙しいロコちゃんに代わって、スーパーモデルのアカネちゃんがポーズを取りながら解説しよう。ロコちゃんはアカネちゃんの愛らしさを広めるために似顔絵を描いてくれているんだよ。ちゃんがすればどんなポーズも可愛いからね。インスピレーションがエクスプロージョンです。ここをこうして、色はブルーの方が。うつうつ、はい、これでフィニッシュです。アカネのポートレートコンプリションですよ。見せて見せて。予想はしてたけど、シューラレアリズムだ。どうですか、アカネのマルチプリシティ。ロコなりにエクスプレッションできたって思います。ふー、アカネちゃんの想像とはちょっと違ったけど、でも嬉しいよ、ロコちゃん。ありがとう。お待たせしました。プロデューサー、大事なタスクですか？大丈夫、わかってるよ、プロちゃん。アカネちゃんをなでなでしに来たんでしょ？デュエット？アカネちゃんとロコちゃんが？それ本当、ドッキリとかじゃないよね？アカネとロコのデュエット、これはきっと話題をドミネートするに違いありません。ロコちゃん、これはチャンスだよ。アカネちゃんたちの力で公演を大成功させなくちゃ。よくぞ、よくぞ、アカネちゃんにその話をしてくれたね。アカネちゃん、そういうの大得意だから、マーケティング担当として最高に盛り上げちゃうよ。ロコちゃんがいればデザインも攻められるし、いける、これはいけるよ。オフコースです。最高のプロダクトをクリエイトしますよ。
早速ですけど、どういうプランで進めますか？方向性についてミーティングしたいです。やりたいことはたくさんありますけど、まずはブレストが大事ですからね。テンションの高さならアカネちゃんも負けない。二人で業界に革命を起こすのだ。では早速ミーティングだよ。プロちゃん、セッティングやろ。This commute was a Patreon request. You can request event commutes by supporting us on Patreon and choosing the $6 plan. And after your request gets posted, you're able to request another commute. Yatta! Patreon support is extremely important in order to help us affording these translations. So please consider supporting us, even if it's the $2 plan, which grants you the ability to vote on monthly polls related to story commutes. Thank you. プロデューサーさん、おはようございます。プロデューサーさんもアカネちゃんとロコちゃんに呼ばれてるんですか？はい、地方公演のプロモーションでって聞きました。でもでも、今から何をするんでしょう？プロデューサーさんは知ってるんですか？アカネのプレゼンテーションにウェルカムです。プレゼンかプレゼントか知らんけど、二人して何するつもりなん？すぐにわかりますから、このモニターにアテンションしてください。いきますよ、スイッチオンです。地方公演のプロモーションを一任された我々は、十数時間にも及ぶミーティングを行い、二人で十数個ものプリンを消費したのだった。え、なになに、プロちゃん、マイクの調子が悪くてそっちの音聞こえないみたい。導かれたどり着いた結論、それがこれ、アカネチャンネルだよ。アカネチャンネル？地方公演のメンバーをゲストに生放送番組をウェブでオンエアするんですよ。メンバーを紹介しながら公演もコマーシャリングするというイノベーティブなアイディアです。プロデューサーなら分かってくれると思ってました。それで公演メンバーのナオとアリサにもスタッフとしてアサインしてほしいんですけど。アイドルちゃんの、アイドルちゃんによるアイドルちゃんのための生放送、これはすごいコンテンツになりそうです。アリサにもぜひぜひやらせてください。めっちゃ面白そうやん。せやけど、私らは何したらいいん？アリサちゃんはもちろんカメラマンだよね。で、ナオヤンには構成台本をお願いしたい。ああ、構成台本ね。で、
ないけど。なおちゃん、アリサも手伝います。ほんまですか？まあ、アリサとプロデューサーさんがそう言うなら。それとね、アートディレクターのロコちゃんには番組のマスコットを作ってもらいたいんだよね。番組のマスコットですか？そう、アカネちゃんとロコちゃんみたいな超可愛いやつ。生放送の顔としてアカネちゃんたちのデュオをブランド化、公演の宣伝もグッズ販売もできて一石二鳥だよ。アカネ、ロコのアートにそこまで期待よ。感激です。そのオファーもちろん受けますよ。ロコのマスターピースにしてみせますね。なになに、プロちゃん、ちょっとマイクの調子が。フィーリングです。ジェネレーションとの間に生まれるコンフリクトがアートをネクストステージに。北国から来たアイドル、ひなたんの朝は早い。地方公演の準備に加え野菜の世話もあるからだ。手を抜いたら美味しく育たないからね。アイドルもガーデニングも一緒だべさ。気になるのは最近植えたキュウリのことだという。頑張れひなたん、最高の収穫を目指して。なんでやねん、目指してるんはもちろん最高の公園やんな。公園もキュウリもみんなに喜んでもらえるように頑張るべさ。みんな見に来てね。プロデューサー、お疲れさんです。あたしあんな感じでよかったんだろうか。はい、最高でした。ひなたちゃんの癒しのオーラがモニター越しに溢れていました。そうかね。でも私アドリブなんてできそうもなかったから、ナオさんの台本があって助かったべさ。役に立てたみたいでよかったわ。ひなた宛てのコメントいっぱい来とったで。見て見て、みんな再生数も番組登録者数もどんどん伸びてるよ。ひなたのゲスト会大成功ですね。あかねチャンネルは止まりませんよ。
亀ちゃん、自分たちのあふれんばかりの才能が怖いよ。なあなあプロデューサーさん、私作家の才能あるんとちゃいます？アリサもこんな形でお役に立てるなんて。カメラ越しにアイドルちゃんを見つめ続けてきてよかったです。そうでした。でも今日はご褒美にデラックスランチ食べたろう。だったらアリサもスペシャルパフェを食べちゃいます。ひなたちゃんはどうしますか？私は普通のご飯でいいよ。大丈夫、次の公演絶対成功しますって。うん、ロコとアカネは何する？ロコは今日はゴーホームです。やることがあるので。ん？どうしたのロコちゃん？はい、実はアカネにリクエストされたマスコットキャラが思うように進まないんです。次の生放送でロコたちのデュオのイントロダクションがありますよね。それまでにコンプリートさせないと。そうだよロコちゃん、よく考えたらいろいろ忙しい時にマスコット作るの超大変そうだし。ノープロブレムですよアカネ。プロデューサーも何よりアカネがロコをリスペクトしてくれてます。期待にパーフェクトに応えてこそアーティストです。ロコちゃん、わかったよロコちゃん。楽しみにしてる。任せてください。それじゃあみんなネクストタイムに。ロコは ロコちゃん、ほらほら元気出して。もうすぐスタンバイだからね。アカネ、ソーリーです。ロコはアカネの信頼をロストしてしまいました。そんなことないない。気にしなくていいよ。アカネちゃんこそ無理言っちゃってごめんね。でもマスコットキャラがないとアカネとロコのビジネスチャンスが。大丈夫、そこはアカネちゃんの天才的なトークでどうにかするよ。だからロコちゃんは何にも心配しないで、ここは思い切ってアカネちゃんに任せちゃってね。はい、アカネがそう言うなら。始まったよアカネチャンネル。今日は特別に地方公演の新情報を教えちゃうね。なんとアカネちゃんとロコちゃんでデュオを組むのだ。奇跡の天才美少女ユニット爆誕。はい、二人で歌う新曲もあるんですよ。それにマーベラスなマスコットも。でもまだ未完成なので詳しくは言えないんですけど、そう
リーデさん。とにかく、あかねちゃんとロコちゃんのデュオに乞うご期待ね。それじゃ、番組を始めちゃうよ。まずは大好評、アリサちゃんのアイドル講座から。チェケラ。みんなお疲れ様。うんうん、今日の放送も最高だったよ。ね、ラカちゃん。はい、そうですね。今の放送再生数ミリオン超えてたで。この勢いのまま公演本番まで行きたいとこやな。プロモーションとしては大成功だと思います。ですよね、プロデューサーさん。はい、何ですかプロデューサー。プロデューサー、生放送に間に合わなかったこともですけど、ロコは何よりアーティストとして。気にしない気にしない、ドンマイだよロコちゃん。マスコットのことならゆっくりで大丈夫だから。ロコ、帰りますね。え、ちょっとロコちゃん、行っちゃった。あれ、どうしちゃったのかな。生放送、ちゃんと成功してるよね。大成功だよね。あかねちゃん、もしかしたらそういうのは関係ないかもです。え、アリサ、なんとなくですけどロコちゃんの気持ちわかる気がしてですね。ロコちゃんはあかねちゃんに頼ってもらえたことが一番大事で、とっても嬉しかったんだと思います。はあ、それやん、もう絶対それやん。え、ナオヤまで分かっちゃったの。うん、なんとなくやけどな。ロコはアカネに頼られたんがめっちゃ嬉しかったんや。アカネの期待に応えたらめっちゃ喜んでもらえると思って、それで張り切ってたんやろな。あかねちゃんの期待に。結局マスコットは間に合わなかったんですけど、でもそれでも別にいいんだよって言われて、実はそんなに期待してもらえてなかったのかなって思っちゃったんじゃないかと。違うよ、あかねちゃんはただロコちゃんに無理して欲しくなかっただけだよ。違うよ、違うけど、けど、そっか。あかねちゃん、ロコちゃんを傷つけちゃった。どうしよう、どうすればいいの。ロコ、まだ駅までは行ってへんやろ。あかね、早追いかけんと。え、追いかけるって、でもあかねちゃんのせいなんだよ。ロコちゃん、あかねちゃんの顔見たくないかも。なのに、あかねちゃん、行っていいの？
そうですよ、あかねちゃん。あかねちゃんが追いかけないと。せやで、ロコのパートナーは誰やった？ロコちゃんのパートナーは…あかねちゃんだよね。わかった。ありがとう、プロちゃん、アリサちゃん、ナオヤン。あかねちゃん、行ってくれ。難しいなら二人でやればいいんだよ。あ
アカネちゃんとロコちゃんのマスコットだからね。アカネ、もちろんです。ロコとアカネはパートナーです。ロコちゃん、アカネ、アカネ、なりましたよ。その言い方だと2人
人とも漫画に詳しくなっただけに聞こえるけど、まあいいや。それと前の放送でちょっとだけ話してたマスコットも完成したよ。アカネとロコの自信作ですよ。オーディエンスのみんなも楽しみにしてくださいね。それじゃ配信はここまで。続きが知りたい人は今日の公演を見に来てね。ステージでスタンバイしてますからね。客席から見たかったですけど我慢しました。公演も楽しかったけど、その前のあかねチャンネルも楽しかったね。もう公演とか関係なしで番組を続けるのはどうかにゃ。せっかく視聴者数も増えたことだし。これからのことをディスカッションしてたんですよ。はい、せっかくお客さんもついたことですし、生放送を続けるのはどうかってあかねちゃんが。スケジュールとか平気なんやったらいいんちゃう？プロデューサーさんはどう思います？せっかくだから続けられるといいね。そしたら収穫した野菜でお料理もできるべさ。
ひなたちゃんの手料理、それはありかもしれませんね。今回の公演はアイドルのパーソナリティがケミカルリアクションしたってロコは思います。誰がかけても起きなかった奇跡のステージ、アカネちゃんは、アカネちゃんは、アカネちゃん、ちょっと涙拭いてくるね。アカネ、ひーふーによ、想像以上のミイリ。アカネちゃんとロコちゃんの新作マスコットに感想アカネちゃん人形、いやー売れた、売れたよ。これぞプロモーションの醍醐味、笑いが止まらないとはまさにこのこと。はっ、アカネ、そのマネーは、アカネちゃんは次回こそアメリカンドリームを